さあストジオにはですね政治部総理官邸を担当する知事岩記者に来てもらいましたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますあのいろんな 課題が出てきましたけれども、ね、安倍総理にとってこの2014年ポイントとなるのは特に何ででででしょううかねねね特にですす、ね、すもうズバリこれです、はい、消費税安倍さんにとっての最大の課題、うん、消費税、な、ま、ん、あ、でかと言いますと2013年はもうアベノミックスでずーっとこう景気回復してきました、はい、それがですね、まあ、4月に消費税を上げるとまあ間違いなく一旦冷え込むんですね、うん、それをまあ再浮上させられるかどうか、これがもう最大のポイントです。うん 安倍総理はその経済の再生が重要だと何度もこう言い続けてきましたよね,そうですねあの安倍さんは経済だ、経済だと言ってきましたけれども、ね、まあ理由、大きく2つあるんですね 1>,、はい、1つは、まあ、経済の復活が日本の復活に直結するとこれ分かりやすいと思うんですがうです、ね、もう1つはです、ね、あの高い株価を維持することが、まあ、これ冷徹なまあ裏に読みがあるんですが<お>政権の維持につながるんだと直結するんだと、まあ、こうした思いもあるんですね。まあ経済が安定すると 政権も安定すると。 そうですね、いうこちらです、ね、戦後の株価のグラフを、まあ、あ大まかに出してみたんですけれども、はい、これ、ご覧いただくと、まあ、1950年からです、ね、ずっと高度成長期、それでバブル期です、ね、89年にピークを迎えますが、はいうん、そしてその後、まあどんどん落ちていくんですけれども、えー、この時期、政権はどうだったかと、これ、見てみたいんですが、はい、1950年、吉田総理、それからバブル崩壊して、91年は海部さんまで,です、ね、うん、41年間で総理大臣15人変わってきました。平均すると在所 年年年数年もう3年に近いですねそれがバブルが崩壊して以降失われた20年と言われますが、はい、この間、14人、まあ、ほとんど変わらないですね平均すると在職1.4年つまり景気良かった時と悪かった時比べると、はい、もう実に。 在職期間が半減してしまうということなんですね。ああ全く違いますね。はい。で、その、はい、バブル崩壊して以降もですね、まあ一人長期政権を達成した人はいると思うんですけど、うん、小泉総理。小泉さんですね。すねはい、あのここの期間ちょっと拡大してみますと、90年からですね、この黄色い期間小泉さんなんですが、うん、赤い株価のグラフ見てください。小泉さんの時期もやっぱりここぐるぐるぐるっと上がってきてるんですね。上がってますね。確かにつまりそうなんです。もうデフレだデフレだと言われていながらですね、ええ、やっぱり長期政権には。 株価の上昇がついてくる。まあ株価の上昇があれば政権安定しやすいというあ<ー>まあこう調査だと思うんですね。まあこういった前例があるからこそ。 安倍総理も意識をして経済再生、経済再生、経済だとうう言い続けてきているわけですがまさにそういうことですね、安倍さんもこのことよく分かってます、うん、で総理の執務室には株価のボードというのがあるんですが、<え>安倍総理、毎日のようにですねその株価チェックして株価どうだ、景気はどうだというのをチェックしています、<ぁ>まあ、毎日そうなんですね、えー、だからこその消費税ということになるんですね。なるほどで消費税、まあ、申し上げたようににですねその4月には ああ5%から8%まで上がります。上がります。ここが最初のポイントです。ね、5%8% 上がるとですね、景気一旦冷え込みます。はい、おそらくは内閣支持率も下がると思います。それをそはい歳不調できるかどうか。うそれからもう一つのポイントははい12月にやってきます。はい。 これはです、ねまあ、2015年、来年になるんですが8から10、うん、さらに消費税引き上げがやってくる、まあ、法律としてはそうなっているんですが<ー>本当に上げますかどうしますかという判断を安倍総理が行うのが12月です、うん、ですから安倍政権の課題最大の課題は消費税、はい、ポイントは4月と12月、うん、ここをです、ね、ぜひ見ていただきながら今年の政治を見ていただきたいということになります。